来た、重い、お、こんなに曲がってる。おはようございます。前回と同じ釣り場に懲りずに来ました。でも今日はなんか見た感じいいですよ。釣れそうです。今朝6時半過ぎぐらいですね。もうだいぶ6時ぐらいから日出てきてるって感じで、よーし頑張るぞ。やった来て第1投目でいきなり釣れました。うわー嬉しい、ラッキー。もう釣り場ついてほんと5分もしてないです。ちょっといいんじゃないですかこれ。あ取れない、あーちょっと片手じゃ無理。第1投5分で釣れた。その次2投目、オッケーオッケー、まあまあ飛んだ。いきなり沈んだからな、さっきな。ちょっと見てとこう。あそれで今回前回浮きが立たなかった、これに中通しのちっちゃいこの重りつけたんでどうかっていうのをちょっと試したいと思います。絶対これよく見える浮きだと思うんだけどな。この重りでかなり沈んじゃったらまずいんですけど、ちょっと試してみます。で行くかどうかちょっと手前でやってみる。頼む浮いてくれ。あー浮き立ちました。やったけどどうこれ、見づらくない？ちょっと沈みすぎだなこれ。まあいいか。じゃあ長さ調節して、今回は釣り竿3本持ってきたんで浮き2のでエギングで、どれだけ釣果伸ばせるか楽しみです。うわ見づら、まあかろうじて見える、赤いから。よし漕いで渡ってます。俺の浮きどこ行った？ OK、 エギングやります。まず浮き浮いてる2つ確認。 OK、 よし、飛ばない。ちょっと根掛かり怖いから今回はもう早めのカウントで20秒ぐらいでもうエギ動かしちゃいたいと思います。あいきなりかかった。え、そっか手前だから怖い怖い。
手前の方はちょっとバシャバシャでも比較的穏やか。いっちゃん最初にマグレの一杯釣れたか。ちょっと浮きも岩に近づきすぎ。うお、ちょっと移動する。そっか、これ重り、ちっちゃい重りついてから飛ぶんだ。これは結構飛んだ飛んだ。よし、そしたら前々回友達と来た時に友達に速攻で当たりがあったこの岩の、やっぱりちょい奥この辺だったかな。でどうか、さすがに速攻は来ないか。でもちょっとこれ目離せない、引っかかるぞ。岩に隠れてないと。ああ、今浮き沈んでたのに浮いたな。カメラオンにしたら浮いたわ。あ、沈んだ。よし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 、ゆっくりゆっくり。重い。お、こんなに曲がってる。おお、こんなに。よし。おお、いる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 。ああ、よいしょ。うわ、コントロールしづらい。よし、よかった。いけー、よいしょ。またまた浮きできました。おお、よいしょ。オッケー、いいサイズいいサイズ。おお、おっちゃん帰ってきました。あ、俺の浮き避けろ。よし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 。ちょっと浮き近いな、不安だな。岩に近い。でもさっき釣れたのこの辺だったんだよな。ギリギリ攻めたら釣れてたから。ちょっと様子見。ヤムリもあげちゃう。ロストしたらもうそっちの方がショックだから早く巻いちゃう。よし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 。
やってしまいました。岩場に近づきすぎた。引っかかってえぎ浮きごと持ってかれた。ちくしょう、返してくれ。取れない、絶対に。はい、今仕掛け作り直しました。こんな感じで。あー、あそこに浮きが見えてるのが歯がゆい。取りたい。いやー、もう多分泳いだらすぐそこ。でも無理、泳いでいくまで気が入ってない、さすがに。よし、これで。どこら辺に。また引っかかったらな、もう本当にもうないし、替えがもう。いやー怖いなー。波が結構来始めたな。これ大丈夫かな。これなくしたらもういじけて帰る。いけ、もうさっき本当携帯ゲームでちょっとやって目そらした隙にあそこに引っかかったからな。大後悔だよ、もう。あー全然釣れなくなったな。ああ今12時です。ああもう限界。もうこれで 2,3 頭やって帰ります。あ、引っかかってる浮き、ああ、あったあった、見えた。今揚げ潮だから岩に引っかかった浮きが見えなくなってます。あー2杯止まりか。最後に行ってくれ。よし、無理でした、帰ります。